うございます。長野市議会議員のオレンジのおっちゃん小泉一馬、今日も街頭演説やってきました。はい、ということで5000万円かけて長野市役所を回収するっていう、あのベラボーの話ね、築4年未満の築浅物件、おかしいでしょって。だって自分の家だと思ってくださいよ。自分の家4年経ったらデザインダサいから回収しようって、リフォームかけようってなります？4年ですよ、4年経ってないんですよ。これね、なんで長野市のができるかって、自分の金じゃないからね、市民の税金で、国の補助金も県の補助金も取られて、市税だけでやっていくっていう、本当にねーって話ですけど。でね、この話、まあ、調べるってことほどにね、いろいろおかしなところも出てくるんですけど、一つはね、どうしてデザインの改良が必要だと思ったのか、その根拠、そしてどのようなデザイン改修を想定しているんですかってと、よくわかんないってところなんですよ。でそもそもね、デザインが悪いからお金入れるって、そうですね、行政の支出としてどうなのっていうところですよ。そもそもとして、だってね、築4年の物件で、ね、建てましたよね。長野市は非日常性が欲しいとか、なんか公共施設に何求めてんだみたいなたばかたこと言って5000万円の予算つけてますけど、でもさ、長野市役所行って第一商社1軒、よく1回よく見てみてください。そこね、広い中庭取ってます。庭っていう名前で、牧先生が、建築家の牧さんがね、作った庭っていうスペースに贅沢に配置してます。あんなのやってると他にないですよ。でこんな無駄な、ね、スペースの使い方、ちょっともったいないんじゃないってこといっぱいあったけど、いやいやいや、牧先生のね設計だからっていうことで、もう高品質な高級室だからってことで作ってあげる。でガラス周辺囲った中庭って作ってるんですよ。で強度的にもね、もったい強度的にももっとね、うまく稼げるだろうし、あそこのガラスで、ね、作って中庭を使ったっていうのは非常に贅沢で、希少性、デザイン性に富んだシンボリックなね設計になってる。第一庁舎の1階、それから芸術館のところっていうのは、だそれをさらに、じゃあ何いじるかっていうのはおかしいと思いませんか。デザインいじるなんていうのやめてくださいよ。そんなの市民は誰もね、そんなの望んでない。市役所はお仕事そこでできればいいんです。そういうの作ったじゃん。だってね、建て替え自体長野市役所そんなもんいらないんじゃないっていう声、随分市民の間が出てたよね。だけど作らせてあげた。ああ、ありがとう、市民の皆さん、本当に反対あったけど最終的には作らせてもらってありがとう。ここで私たち一生懸命仕事して皆様の恩義に報いていきますって、それが人の道じゃないですか。長野市のお役人のそれがね、もうなんか反対だけど結局俺たちの言う通りで立て直しできただろう。だから俺たちまたここで通すけれども、お前たち市民分かんないから俺たちやるけど、デザインがなんかな、いまいちだから5000万円かけて変えてったらいいか、お前ら、ありがとう、お前何言ってんだってとこですでね、明日小泉一馬一般質問とこの辺チク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 ついてきますから、ね、皆さんどうか応援してください。にゃっ